検証2、検証3、自転車のサドルを盗んだ犯人は 99.85% の確率で。アホだ。あれはアホだの顔ってことなんかね。メガネかけたキリッとしたやつ、紅のカリフラワー。またかっこいいような言い方して。あらすじ、翌日いつものようにサークルに向かい事件は起こった。はい、紅のカリフラワーに向かいましょう。今回も登場人物は一緒ん、女の子が一人増えたかな。ごそごそごそスポッ、これをサドルの代わりに、いや何、どういうことすでにどういうこと。翌日の放課後、俺はいつものようにサークルに顔を出していた。さて改めて紹介すると、俺たちのサークルはのみさーって書いてるけど、日々の小さな発見サークル、人呼んでのみさー。あ、そう、え、そういうこと。いや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 、なぜのからにした日々ののよね。ま、すぐに集中力切れて飲み会になるんだけどね。飲みサーとかいう名前にするけんよ。実にくだらないサークルだ。あ、うん、全然アホだじゃないんや。深夜っていう人なんや。こいつは深夜、人を見下す性格で友達が俺しかいない。こいつもバカだ。今日は帰らせてもらう。サークルのみんなは友達じゃないの？来たばっかじゃん。何しに来てんだよお前。深夜さんもうお帰りに。あ、この子かわいい、しずくちゃん、いいね。そしてこの美女はしずくちゃん、優しくて可愛くって彼女にしたいナンバーワン。深夜さんもこの後の飲み会に参加されませんか？しずくちゃん、深夜は忙しい男なんだよ、邪魔して悪いしさ。この後は飲み会、男は一人でも少ない方がいいに決まっている。え、翌日って言ったよね。昨日も飲んでたじゃないかどんだけ飲み会だよ。ふん、さらばだ。まあでもあれか、大学生そういうもんかパタン。じゃあ深夜は残念だけど、ちょっと休憩を挟んで活動再開しよう。そうですね、少し喉も渇いたところです。バナナジュース飲みたい。あ、じゃあ俺みんなの分のジュース買ってくるよ。外でも活動してる奴らがちらほらいるな。パシャパシャ。ん？ダメだ、クソ写真だ。あれは写真サークルのやつかな。さて、しずくちゃんはココア、若葉はレモンソーダ、さくらはバナナジュース、他は買い忘れたことにしよう。男の分も買ってあげて私バナナジュースがいいな。5分後活動が再開された。プーンプーン、何の音。あ、また蚊だ。ほら蚊か。夏が近づいてきたって感じね。ほらほら、虫は無視して活動を始めるよ。昨日トイレで大きな発見があったばかりだしな。あがー、どういう悲鳴今の声。皆さん窓の外を見てください。あれは深夜。なに、なんて書いてんの。なに、死んでる、泣いてる。落ち着けアホだ、自転車だ、自転車を見ろ。ん、岩、岩が飛んできて当たったの。カリフラワー赤いあれはサドルじゃなくてカリフラワー。サドルはどこにもない、誰かが盗んだってことか。考えるのは後、早く向かうわよ。オッケー。何、カリフラワーの上に座ったの。飛び出したさくらがドアノブを回した時だった。バキ、あー取れちゃった、ドアノブ取れたあっちゃー、扉が古くなったのかもしれないね。何やってんだよさくら、そんなに怒ることないでしょ。喧嘩してる場合じゃないよ。その通りだな。今は外に出る方法を考えないと。そこからか。待ってろ深夜、必ず助けに行くからな。紅のカリフラワーサドル事件。よし、まずは外に出る方法を考えるぞ。窓から出ればいいんじゃない。プーンプーンと思ったけど、可能性で全然集中できないな。とりあえず話聞いてこう。なあヒカル、蚊のせいで集中できないんだ、どうしたらいいかな。殺虫スプレーもないし。プーンプーンプーン。あ、光る、頭に蚊が。え、じっとしてろよ、ぶったたいてやる。え、いいよいいよ、自分でどうにかするから。蚊でしょ、騒ぎすぎだよ。光るは嫌がっている。何してるの、早く出る方法考えなさいよ。
蚊のせいで集中できないんだ。プーンプーンめっちゃプンプン言うやん。やだ、さっきより増えてない？増えたってどこから入ってきてる、入ってきてるってことか。お、ストーリーが進行しました。どこからか蚊が侵入している。前回の発見、赤木の服の後ろがバナナなんだそれは。なんで深夜の名前だけあんな感じなの。なんかかゆい。刺されたのか。蚊がどっかから入ったんじゃないの。アホだ、なんとかしてよ。よし、俺に任せろ。パチンパチン。潰せた。なにこれ、メダル発見。なにこれ、僕を見つけられるかい。隠れた赤木を探し出そう。赤木メダルはいろんなところに隠れているよ。全部集めるといいことあるかも。なるほど。あ、要はヒントが見れるようになるってことか、これは。さあ、とりあえずじゃあ、なんかあれだな、この白黒の中で生き生きとしているバナナの皮。なんだこれ。で、今は深夜を助けないと。これは？なんだこれ。へえ、だからさ、そうね、深夜を助けるためにいろいろ調べてんじゃないか。このサークルに来た時に書く出席表だ。そうそう、深夜のやつ、名前を書きすぎて俺のスペースが小さくなってるんだよな。ん？え、もうこれ以上何もできないですけど。あ、窓。あれ、この窓開かないぞ。固定されてるんじゃん。蚊は窓から入ってないということか。ってことは何、どこから。あー、もうどこから入ってるんだ。どこから、どこから。っていうか、しずくちゃんがどこにもいない。どこから出たしずくちゃんは。ストーリーが進行しました。しずくちゃんが消えた。しずくちゃーん。でもさ、もうこれ以上、これ以上右側ないんよね。なんだ。なあ、しずくちゃんがいないんだけど。多分どっかから外に出たんじゃないかな。そんなのあったらとっくに気づいてるよ。ぱっと見気づかないところにあるんじゃないか、あるんじゃないか。あ、忍者屋敷みたいに隠し扉があるんじゃないかな。隠された出口、探す価値はあるかもな。ストーリーが進行しました。隠された出口がありそう。隠された出口。お、ここ。こんなところに大穴。おい、誰がやったんだ。後で先生に報告しなくちゃな。外から見たら丸わかりやん。そんなのどうでもいいでしょ。行くわよ。ああ、深夜を助けに行こう。現場の駐輪場だ。深夜には悪いけど、オレンジ電車が被害に遭わなくてよかった。ストーリーが進行しました。現場に行けるようになった。何これ、スマホ。なんだこれ。で、今は深夜を助けないと。なんかいろいろと調べさせてくれないんだな。何がついてるのあれ。こっち側か。で、何のダイイングメッセージなのそれ。そしてお尻。深夜ずっとこの状態なの。ささドルパタ。いや、倒れてるから元から。深夜、昨日から手のかかる男どもね。私が医務室に行ってくるわ。頼む若葉。あ、一緒に行く。ドン。おお、しずくちゃん帰ってきた。さくら、しずくちゃん、いただ、すいません、急いで医務室の先生を呼びに行っていました。あ、ごめんなさい、さくらさん。大丈夫ですか。前方不注意により雫に衝突。狙った外傷なし。え、よって、この事件の解明を急ぐ。さくら、どうしちゃったんだ。始まったわ。何が。現場検証開始。どうした急に。自転車にはサドルがなく、フィッセンにカリフラワーが転がっている。その傍りに倒れている深夜のズボンは真っ赤に染まっている。これらから導かれることは、深夜が自転車にまたがった際に、カリフラワーはサドルの役割を果たしきれず当たり前やん。そのまま深夜の尻に、茎が貫通した。
状況を見て一瞬で分かったなんて、名探偵の誕生です。いやすごいけどさ、さくらの身に何が起こってるんだよ。何かの拍子に覚醒することがあるのよ。ずっとこのものなのか、いつ戻るかは私にも分からない。検証2、検証3、自転車のサドルを盗んだ犯人は 99.85% の確率で。アホだ。なるほど。ってなんで俺になるんだよ。アホだ、どうしてサドルなんか盗んだんだ。ご友人の、しかも男性のサドルをお盗みになるなんて。しずくちゃんもしかして引いてる？俺じゃないよ。さくらが言ってるんだし、あんたが犯人でいいじゃない。どういうこと？俺でいいって何なんだよ。お前めんどくさくなってるだろ。でもこの事件、放っておいても深夜がちょっと困るくらいだしな。容疑者アホだ。窃盗の罪で刑法235条。10年以下の懲役、または50万円以下の罰金に。いいかお前ら。俺は絶対に盗んでない。泥棒なんてごめんだ。こうなったらサドル盗んだ犯人、絶対に見つけてやるからな。これは本当に普通に窃盗犯じゃない？ストーリーが進行しました。無事深夜を救出した。こんなに血が出るものなの？てかまたがるときに気づかないものなの？あれ？誰かがスマホ落としてるぞ。俺はもう持ってるもんな。誰のだ。紅に染まったこのカリフラワーを慰めるやつはもういないんだ。どういうこと？潰れた茎が深夜の尻に突き刺さり紅に染まった。尻から血が出たってこと？何これ、さっきしずくちゃんが倒れた場所に何か落ちてる。しずくちゃんの落とし物だし、後で返し、ロッカーに大事にしまうことにした。変態、よろしくないよそういうの。間違いない、深夜のダイイングメッセージだ。お前の意思は俺が引き継ぐ。パシャ。いまじ、わけわかんねえな。深夜の文字をしゃべった。今字なのにってことじゃない？違う。だって血出たし、そういうことじゃない。今字なのにお尻にこんな衝撃がみたいな。てれれー、アホだ。ゴミかごの中に写真を見つけた。クソって書いてる。これ駐輪場だよな。現場写真は欲しいところだけど。あ、そういえば写真撮りよる人らおったね。写真部、その区所写真でいいなら持っていきなよ。あ、休憩時間に写真撮ってたやつ。本当は鳥が撮りたかったんだけど、木の上に邪魔なものがあって撮れないんだよな。邪魔なものってなんだ？お、写真サークルのやつが休憩時間撮っていた駐輪場の写真。で、ここになんかコインを、メダルを見つけた。深夜が倒れていた目の前にある自動販売機だ。定番のものからレバーオレ、草やスパークリングなど、幅広いラインナップで生徒たちの間で有名。売れるのそれ、一個も売れん気がするけど。あ、でも罰ゲームとかならいけるかな。で、木の上に邪魔なものとは。木の上に鳥がいるんだっけ。鳥とかどうでもいいしな。いや、木の上に何があるんだよ、それが気になるんだけど私は。そしてさっきこの辺調べれんかったもんね。誰かのスマホだ。プラモデルを60個も作れるゲームをしているらしい。どういうこと？どういうこと？俺一つも完成しなかったんだよな。なんだこれ。一つ分かったことは、俺のじゃないということ。え、何かすらも分からないの？誰も捨てる気配がない。しょうがない、俺が捨ててやるか。何これ、どこかで見たシールがついてるな。なんだったっけ。なんこれ、白森。ロッカーに挟まっていた、捨てそうになった。ゴミじゃないの。さっきさくらが食べてたバナナの皮、いい加減ゴミ箱を覚えてほしい。これはそうだな。いらない、いらんのかーい。ねえねえしずくちゃん、昨日の飲み会どうして来なかったの？深夜もだけどさ。私は用事で欠席したのですけれど。深夜さんは病院に行くとおっしゃっていましたよ。あいつが病院？さっきまでピンピンしてたけど。ええ、何のご病気かを教えてくださいませんでした。深夜が病気？痔でしょ？
アホだ、またお腹でも壊した？顔色が悪いよ。このままじゃ泥棒で警察行きだからな。ヒカル、捜査に協力してくれ。ごめん、何もわからないんだ。わかった、じゃあしずくちゃんの好きなものでもいいから教えてくれ。はあ、それならさくらとしずくは動物が好きらしいよ。サンキュー、動物園に誘ってみるよ。さくらちゃんの情報はいらなかったんじゃない？深夜の知り合いはかなり深刻よ。会うのは最後じゃない。会うのは後にしなさい。あ、若葉ちゃんは知っとるってこと？ああ、そうだな。深夜は今医務室にいる。話を聞くのは無理っぽい。困ったわ。何が？さっき、さくらに怪我がないか確かめた時の話よ。あの子、スマホ持ってなかったのよ。お前、母ちゃんみたいだな。多分、ぶつかった時に落としたんだわ。さくらのスマホか。ちょっと気になるな。え？外に落ちとったやつ？もっと前からあれ落ちなかったっけ？容疑者肌の事情聴取を開始する。本気で俺を潰しにかかってるじゃん。君は休憩時間、ジュースを買いに行ったらしいな。その時、駐輪場で深夜を見かけたか。あの時はいなかったよ。これで確信した。窃盗犯はアホだで間違いない。え、なんで？理由は後ほど、みんなの前で発表するとしよう。くん、このままじゃまずい。こいつの検証を邪魔してやろう。さくら、バナナ食べないか？拒否。何？バナナだぞ。お前バナナ好きだろ？私にそんなデータはない。え？さくらの時の記憶がないのか？お、ストーリーが進行しました。深夜とさくらのことが分かった。お、黄色くなったよ。なんとかしてこいつの邪魔をしないと。お、おい、お前の弱点を教えろ。無意無能、無学文盲、バカ人間。今の発言、重要なんじゃないのか？え、別に、重要じゃないと思うけど。まあいいや。若葉、さくらの情報を教えてくれ。教えたところで勝てるとでも思ってるの？まあいいわ、教えてあげる。覚醒したさくらは IQ80 を超えるわ。IQ80 って一般以下じゃないの？ 80? ま、今回はエスト教育諦めるのね。そんな IQ 上げる方法ってなんかないのか？え、IQ100 からが普通じゃなかったっけ？頭を打ちなさい。IQ が跳ね上がるかもしれないわ。今の発言、重要なんじゃないのか？重要かもしれない。今の発言、覚えたからな。ふんふん、証言を記録しました。アホだ。さくらは完全に君をマークしてるよ。そんな、どうしたらいいんだ？は、思い出したよ。何をだ？昨日の晩飯だよ。僕、ワカメを食べ始めたんだよね。今の発言、重要なんじゃないのか？いや、全然重要じゃないよ。まあいいや。先ほど医務室に行って、深夜さんのお見舞いに行ってきたんです。深夜、なんか言ってたか？メガネケースを忘れた。アホだに届けさせろ。あ、わかった。探しておくよ。それから深夜さんはこう続けになりました。俺の外側はプロに作らせた一級品だ。アホだに探させろ。あいつ、友達が俺しかいないからってこき使いやがって。アホだでもわかるよう、サドルの特徴を教えてやろう。サドルの特徴は、俺にふさわしくスマートだ。それ、本当の特徴なのか？深夜さんは声を出すのも必死でした。きっと何かサドルの手がかりになるはずです。そうかな。でもこれ以外にサドルに手がかりはない。もう一度言いますよ。サドルの特徴は俺にふさわしくスマートだ。今の発言、重要なんじゃないのか？かもしれない。今の発言、覚えたからな。はい、表現を記録しました。現場の駐輪場だ。深夜には悪いけど、あ、まあここはさっき見たね。このスマホは多分これがさくらが落としたスマホだな。お、鳥やん、鳥。っていうかこの待ち受けの鳥、一応だけ変な模様だな。さくらのスマホ、待ち受けが鳥のひな、一匹だけ変な模様。
そして木の上に鳥がいるんだったな。ほわほわ。あ、ヒナ。写真サークルのやつ、鳥のヒナ撮ろうとしてたのか。ほわほわ。どういう鳴き声。え、でも変な柄のやつおらん。かわいい。しずくちゃんは動物が好きらしいし、撮ってみせたら喜ぶだろうな。パシャ。てれれー。アホだ。女子が好きそうな写真を手に入れた。よし、そろそろ降りるか。木の上で撮影したヒナが可愛い。しかし違う写真になったぞ。これは一体どういうことだい。誰かのスマホだ。誰かのスマホ、まあ、関係ないかな。あ、深夜が忘れたメガネケースってこれだな。オラジナール W。 ん？中に入ってるこれって深夜大変なんだな。地の薬オラジナールが入ってる。お大事に。いや、バレてしまったねこれで。さあ、そしてこれを届けに行きたいけど届けに行けない。これでもう捜査終了ということになるんかな。証拠も揃ってきたし、俺がサドル泥棒じゃないと分からせるためにあいつらを呼び集めるか。犯人を暴く。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。